画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト7.0.0。7周年のね、アップデートが来たんで、そのパッチノート、えー、見ていきましょう。えー、はい。新要素。いろいろありますよ。えー、要素がいろいろある。新要素は3つだけか。<laughs> えー、まあ、新殺人鬼、シンギラリティと。えー、で、能力が量子インスタンス化。 はい、シンギュラリティはマップのあちこちにバイオポットを放ってバイオポットを設置できると。放たれたバイオポットは壁などの垂直面に付着する。シンギュラリティはバイオポットを遠隔操作して監視画面にアクセスし生存者にロックオンすることで時空スリップストリームをその生存者に付加できると。ここら辺ね、能力結構ややこしいんで、はい。実際使いながらですね、覚えていきましょう。まあ、あ PTB の時ちょっとやったけど、 全然訳わ,わからんかった。<laughs> えー、で、えー、パークですね。パーク遺伝的限界、えー。生存者が治療アクションを終えると24、28、32秒間疲労ステータス効果に苦しむと。あまあ、これはまあまあかな。うん、これはまあまあだと思いますね。まあ、リージョンとかで使うと強いんじゃないかな。寸止め治療にね、対して。 えー、使えるんじゃないかなと思います。まあ、その場合はなんかこう、スプバなりしなやかななり、まあ、デハはあれだけどね、まあ、し,しなやかとかスプバとかスマチャグとかそういったのを使った後に、すンとめ治療を回復されると、まあ、結局みたいなところあるけど、えー、で、まあ、躊躇の強制。 何かしらの手段で生存者が品種状態になるとそ、その生存者の16メートル以内に立っている他の生存者全員が10秒間の妨害ステータスに苦しみ、えー、移動速度が20%低下すると。うんまあ、電波するおじけと組み合わせてくださいね、ということでしょう。えー、機械学習は発電機破壊アクションを行うと、このパックが発動する。えー、このパックが発動中、えー、次に発電機にダメージを与えると、その発電機が修理完了,理完了になるまで。 えー、侵害状態になると新しい状態ですね。その発電機は黄色で強調表示されますと。侵害状態になった発電機の修理が完了するとあなたは探知不可になり、10%の迅速効果を20から20、20 25、30秒間得ると。で、その後パークは解除されますよと。 えー、侵害状態になった発電機がある状態で別の発電機にダメージを与えるとその発電機に侵害状態が移行するとえー、っとあれこんな効果だったっけ ?PTB の時もうちょっと強くなかった弱くない <laughs> 弱くないですかはい。<laughs> で新生存者ガブリエル・ソーマ。えー、はい、来ましたね。来ちゃいましたよ。えー、コユパク1、修理担当者。えー、殺人鬼に追跡されると修理担当者が発動すると。えー、最も修理の進んだ発電機のオーラが見えます。えー、パレットを倒してから、えー、4、5、6秒間の間殺人鬼のオーラが見えます。はい。で、この効果は追跡が始まってから、えー、まあ、最大10秒間続いた後解除されると。 えー、まあ、つまり、あれこれ、追跡されるとだったっけ追跡が終わるとじゃなかった正しくは。あれ <laughs> いや、なんかもう PTB 全然やってないからな。あやふやなんだよな、記憶が。まあまあ、いいや。はい。<laughs> えー、で、状況適用の裏来ちゃいましたね。え負、ー、傷状態の間発動すると。えー、走行速度が最大3%上昇すると。 えもうふざけてますね。この効果だけでもふざけてるのに、えー、別の生存者の治療を完了すると我慢して足す効果を、えー、10秒間得ると。はい。もう、もりもりですよね。あのー、初期英雄とどっちが強いんだろう。さすがに初期英雄の方が強いか。本当になんか初期英雄よりこっちの方が強い気がするんだけど。 いやまあ,でもあの頃に比べて不安を煽るものがある分いいのかな。もうでも不安をあるものつけないとやってられんよな、キラーは。ね。まあ不安をあるものつけたとてだもんね。5秒後には5秒歩き入れるだけで大丈夫なんで、まあ心音ボンボン鳴らして近づくと足が速いサバイバーとチェイスでしょ。きついな。 疲労不要アドオン、ないときついかもね。まあ疲労不要アドオンは、持ってるキラー持ってないキラーいるんで、もう、かなりね、キラーきつくなるんじゃないかなと。まあ、いずれ弱体化されます。はい。さすがに。さすがにね。ええー、多分ね、なんだろ、う、三角様は弱体化、 というか、まあ、日が取り消されたのになぜこれ変わらないんだってうんいう話なんだけど多分ね、これって弱体化とかできないじゃないですか。パークの効果をそのまま変えるしかないのよ。走行速度の上昇も123%なんで、あの、まあ、数値を下げるみたいなともできないだろうし、まあそれを11.52にしたら 何か変わるのかって言われたら、うん、まあ、それでも強いや。だから、完全な、完全に効果変更するしかないんだけど、た、まあ、多分 PTB からじゃ間に合わんよな。とは思う。うん。そこは分かってるんで、はい、早めに、なるべく早めに <laughs>、変えてほしいところですね。えー、ゴミ漁利名人は、えー、空の工具箱を持っている間、ゴミ漁利名人が発動すると。えー、修理のスキルチェックでグレートを出すとトークンを1個得る。 えー、ったトークンが最大数5個に達するとトークンを全て失って工具箱が最大限まで補充されると。えー、で、その後、40、えー、40、えー、3 5 30秒間、発電機を修理する速度が50%低下すると。えーまあ、だから工、工具箱を持ってるんだけど、こうずっと修理を続けるんだったら、まあ、そこまで、まあ、めちゃくちゃ速くなるっていうわけでもないよみたいな。 まあ、どっちかっていうと、なんかこう、まあ、サボタージュしに行ったりとか、まあ、普通に、なんだろうな、治りかけの時に溜め切ってみたいな。まあ、でも、溜め切るタイミングとか結構、調整しづらいんで、まあ、ちょっとここら辺、使いどころが難しいパークかなと思いますね。まあ、工具箱を何回もこう、使い回せる。 何回もじゃないか。このパークを装備してると1一回の儀式につき解放済みのチェストを一個焦ることがわかる。いや違,う違う、回復する効果はあれか。何回でもいけるのか。あー、なるほどね。これあれですね。あの、なんだっけあの、エリックスのさ、エリックスのパーク。あの、ロッ,ロッカー入ると、アイテムが回復するやつ。あれと組み合わせると、 面白そうだね。はい。えー、で、新マップ、えー、ドブルカディープウット、当場着陸地点と、えー、はい。まあ、PTB 時点で、まあ、DVDWiki のページに、まあ、このマップの概要みたいなのが出てきてて、でも見たところね、マップ面積が、まあ、かなり狭めで、えー、と、確かね、 コールタワーより狭かったのかなえー、っと、今確か屋外マップで一番狭いのがコールタワーなんですけど、確か、確かそうだよね。8448、そうだね。多分、狭い。そうだよね。死んで犬の酒場が8704だもんね。で、今見てきた、見てるんですが、当場着陸基地は、 えっと、8320平方メートルなのでコ、コールタワーより若干ちっちゃめ、狭めって感じですね。えー、っと、ちょっとこのね、DVDB キー、なんか、ラクーンのマップ面積載ってないんだけど、あれレリケンなんかちっちゃくなってないこれ気のせいかな。気のせいではない。もっとでかかった。<laughs> マップ層面積がなんか、えらいレリケン減ってるんですが、どういうことでしょう、まあ、レリケンは置いといて、下から見ていくと、ミッドウィッチ、東場着陸基地、コールタワーみたいな感じで、あのー、かなりね、狭めのマップとなっています。で、まあなんか、まあ後で見るんですけど、まあなんか、結構、見通しが良くなったり、えーまあ、あとね、えー、ぐるぐる、 安全に周回できる数が変わったらしいです。はい。増えたのか減ったのか分かりません。<laughs> 見てのお楽しみと。えー、で、来週からイベントが始まりますよと。はい。で、新機能、ロードアウト検索バー。これでね、まあ、アイテムは、アドオン、オファリング、パークスキン、そして、まあ、を絞り込んで検索できますと。で、まあ、名前、パークの名前だけじゃなくてね、まあ、説明文とか、フレーバーテキストとかでも、まあ、 検索をかけるることができるフレーバーテキストってことは、あれなのあの、検索可能なさ、その何検索バーにさ、あの、おこなのって打ち込んだらしなやかに出てくるのかな <laughs> えー、はい。アイテムカテゴリーのリワーク。えー、これですね。まあ、アイテム系キラー、セノバイト。えデ、ー、バイオの2人。えー、あと、誰だえー、あとは、まあ、 あといたっけまあまあまあ、そこら辺のね、まあ、アイテムキラーがまあ若干弱くなりますよと、えー。製造者用アイテム、特殊アイテム、限定アイテム。こういった、ああ、貞子もか、えー。こういったね、えーまあ、貞子のやつは別に、まあ、元から別枠で持ってたんで、まあ、そんな関係ないか。えーまあ、こういった、まあ、アイテムを、まあ、それぞれ1個ずつ持てるようになると。えー ねまあ、ライト持ちながら、スタングレネード持ったりとか。すごいね。で、まあ、フランクリンの悲劇もね、確か落とせるのは生存者用アイテムだけだったんで、えー、まあ、ルマルシャンの箱をセノバイトを、まあ、フランクリン、セノバイト、かなり弱くなるんじゃないかなと、えー、思います。まあ、溜め込み屋はまだ強いんで、まあ、使えるかな。えー、で、その他は、まあ色々、いろいろ、いろいろあります。 えで、ゲームバランス調整がありまして、まあ、アーティストのアドオン変更だったり、ネメシスのアドオン変更、トリックスターのアドオン変更、ゴスペの能力変更と。えー、まあ、結構強化が多いのかなはい。えー、まあ、ゴスペもかなりの強化ですね。しゃがみ中の移動速度アップ、闇の方へのチャージの時間短縮、 えー、発見された後の発、えー、殺人鬼の炎の持続時間が増加。えー、で、まあ、まアドオンの強化と。はい。そんな感じで、強化が入っております。えー、で、パークイタチが飛び出したデジャブスタングレーナーだ。デジャブもそのまま来たんだよな。これひどいよね。デジャブね。あの、状況適応能力に隠れて、こっちもやばいんだよな。 えー、状況適応能力はね、なんというか、まあ、間に合わなかったんだろうなって感じはあるんだけど、デジャフはね、元に戻せやと。ええー、いう感じですが。え効、ー、果発動中、発電機を破壊した時に、えー、イタチが飛び出したね。えー、即座に交代する修理に進行度を現状の20%から30%に変更。まあ、これは強化です。はい。ええー、エスタングレネードはアイテムのね、えー カテゴリー変更に伴ってだと思います。えー、で、デジャブ殺人鬼が近接する3台の発電機を守る戦略を取ることにより、待ちにかかる時間が過度に長くなることへの懸念が広がっていることは認識しています。この戦略があまりにも効果的になりすぎないよう、今後のアップデートも含め、長期的な解決策に取り組んでいます。しかし、今すぐ生存者側にこの戦略に対抗するための手段がもっと必要ですので、デジャブの効果に調整を加えることにしました。えー、有能を使いなさいと。はい。 えー、互いに禁止している3台の発電機のオーラが見える効果を遠足に変更しましたと。はあ、で可視化された発電機の修理速度の上昇を1%ずつ上昇と。えー、はい。殺人鬼はもうひたすらバッタバッタ倒す。しかなくなりました。ね。ひどいね、これは。なこっちの方がひどい気がしていたぞ。状況的能力なんかより。<laughs> こっちの方がひどくないかねえ殺人鬼の選択肢を奪うんじゃないはいだってこれ1台でもぶち抜かれた瞬間終わりますからねでデジャブって別に3台の距離がめちゃくちゃ近い時だけしか見えないっていうわけじゃないんでもう1個ぶち抜かれたらもう この、たった6%って思うかもしれないけど、発電機の修理速度の上昇。固めてるときって生存者も本気でぶち抜きに来るんで、割とね。割とやってくる人は。やって来ない人は、うん、こそこそしてるんで、まあ、それが結局偏るんだけど、偏る原因になるんだけど、基本的に偏るとね、生存者本気で回しに来るんで、この6%、 めちゃくちゃ痛いんですよ、キラーにとってね。本当にあの、1秒、2秒争う時なんかざラにあるんで。まあ、海が弱くなり、おばちゃん、イラプション、そういったのが軒並み弱体化されている中で、えー、ひどい挑戦だと思います。ていうか、海とおばちゃんとイラプ、弱体化してまだやるかと。 サバを、サバを舐めてるような感じがしてますね、運営はね。逆にね。こんだけしないと、通電脱出できないんだろう、みたいな。うん、そんな感じだと思います、運営のスタンスね。はい。舐めプですよ、舐めプ。運営のね。えを、ー、お <laughs> 来たよ、ようやく修正ギターやったのは、これが一番嬉しいわ、今回。なんか、信用かより。 えー、ナース、追跡中の BGM の音量が他の音よりも大きい問題を修正しました。やったね。ようやく。<laughs> いつからよいつからこれ、本当にもう、長かったね。はい。えーまあシンギュラリティがいろいろ問題修正されております。はい。PTB 全然やってないから。 あの何に着目していいのか分かんないの、ね、よ。はい。進んでいきましょう。えー、生存者もっといろいろ来ております。はい。えー、で、キャラクターは何かあるかなえー、っと。 うんまあいいかえー、はい環境はいマップ当場着陸地点ビクトルに手が届かなくなるもんでどういうこと ビクトルに手が届かなくなる。もがけなくなるってことそれはひどいな。はい、ミィイチ小学校同じ廊下に3つの発電機が生成されることを防ぐため、廊下に生成される発電機のパターンを変更します。と。えー、当場着陸地点。ガスヘブン。インギュラリティ。当場。ハドオン。 アサイラム、トーバ、ハグ、カラスの巣お。カラスの巣も修正されましたね。階段に見えない当たり判定がある。これで、まあ、キラーだけかなキラーだけ当たり判定があって、なんか、階段の上、たわいは登れるけど、キラー登れないみたいなね。えー、そういったバグがあったんで、まあ、しばらく閉鎖されてたんですが、えー、帰ってくるそうです。 えー、で、イベントとアーカイブ、こんな感じであります。えー、で、パーク人々のために、このパークを使って他の生存者を回復すると、状況適応能力の我慢、えー、ステータスをもらう効果ですね。えー、それが得られる問題を修正しますと、まあ、人々のためにってこういった回復系の類の効果、入んなかったと思う。あの、セカンドウィンドじゃない、あの、リニューアルか。現リニューアルですけども、確かそれもね、人々のために使うと、たまらなかった。 と思います。はい。えー、でも第3の封印気の、まあ、最後に攻撃した234人ではなく、最初に攻撃した234人に無感覚のステータス効果が付与される問題があったらしい。しばらく使ってないな。今度使おうかな。久しぶりにその存在を思い出したわ。えー。 とはい。素早く静かにもバグってた。で、あと、強行手段ね。強行手段もバグってた。えー、パークの効果を利用して生存者が通常では登れない場所に登れる問題があったんで、まあ、それも修正して、おそらく帰ってくるでしょう。はい。えー、で、まあ、インターフェース、いろいろあって。はい。で、まあ、その他もいろいろと。 えー、はい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  PTB からのバランス調整いろいろあって、えー、シンギラリティはバイオポットが無効化されていることが分かりやすいように見た目を変更しましたと、えー、オーバークロックモードの有効時間が分かりやすくなるよう能力アイコンにメーターを追加状況確認装置過去修理用ナノマシン入りジェル アドのの効効果果がかりません、ね。元、まあ、E M P っていうやつを拾って、まあ、このバイオポットを動かしていくんですけど、えーまあ、それ関連ですね。EMP を所持している生存者がサプライケースのオーラーを見えなくなるように変更しましたと。だから EMP 持ってない人しか見えなくなるよとで。マップに設置されているサプライケースの数が減りましたと。EMP が生成されるまでの時間を80秒から90秒に増加させましたよと。 まあこれでのまあ結構 EMP 拾いまくってみたいなことがなくなるというような想定らしいです。はい。当、え、後、ー、着陸地点は先ほども言ったように、えー、まあマップ内を移動しやすくなるよう、植生の数を減らし、えー、まあ安全にぐるぐるできる地形の数を変更しましたと。はい。増加なのか減少なのかわかんない。 えでも生存者ボットの話、プラットフォーム別の変更点があって、えー、その他でエクセキューショナーの三角様の、ねえー、PTB で加えた調整は、えー、PTB 製のものに戻ってしまったと。はいえー、でシンギラリティは、えー、メメントをすると生存者のカゴがドロドロに溶けるんですが、えー、まなぜかフェンミンだけ溶けないみたいな <laughs> 謎の加護をね受けてたんで溶けるのかな、フェンミンも。 はい。で、まあ、はい、こんな感じで。はい。はい、こんな感じの。まあ、結構ね、盛りだくさんですが、まあ、状況適用能力は多分、弱点が来ると思いますよ。うん。どうなんだろう、デジャブ。 やばいからな。なんか、デジャブが一番やばい気がしてますね。はい。という感じのアップデート動画でございました。えー、というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。